はい、こんにちは、アバンバイクストア須崎です。先日ですね、マダラオ高原の方に行ってまいりまして、グラインデューロの前哨戦マッデューロっていうイベントに参加してきました。で、そのイベントの様子はまた後日ご報告させていただこうかなと思います。とっても楽しいイベントでしたし、またマッデューロっていう名前は、なくなりますけれども、グラインデューロとしてまた復活する、そういうふうなイベントになります。なので、タイミングで皆様のことをお誘いできるように、はい、やっていただければと思っております。で、今日はですね、1日に僕たちメールの返信をしている量がものすごい量を返信してるんですけど、それでも間に合わないぐらい今ご質問たくさんいただいてるんですね。それで、代表的なメールが結構今たくさん来てるなと思いましたので、この、動画を1本撮らせていただいた中で、解決するものが多分あると思いますので、いろいろと質問を読み上げさせていただいて、お答えできればと思っております。はい、 Q&A です。では参ります、どうぞ。スベクラックマットマン CX フレームセット、はい、パッケージ、これはハンドメイドの方ですね、はい、ハンドメイドのマットマンの、パッケージ、スペシャルパッケージを、はい、っていうふうなことですね、はいはい、納車納期と見積もりについてのお問い合わせです。はいはい、はい、フレームの、ものとヘッドセットと、ステム、ヘッドスペーサートムソン、ハンドルバー、シートポストトムソン、シマのアルテグラグループセット、ホイールタイヤサドルペダルなどなど、こういうのを全部含めた形で、現在納車までどのぐらいの、期間がかかるのでしょうか。また組んだ時におおよその見積もりを教えていただけますでしょうか。はい、以前からまあ大体申し上げていると思うんですけれども、質問の内容として整理すると、ハンドメイドのバイクが、納期、予算大体どんな感じですかっていうふうなことだと思うんですよ。で、ハンドメイドってだいたい1台をお作りするのに、まあ100人まではいかないと思いますけど、60、70普通にかかります。で、60万、70万、すごく安くない金額だとは思うんですけれども、そこをやっぱり、いろんな、パーツだったりとか整合性、ちゃんとフィットするかどうか、ちゃんとその体に合うかどうか、ちゃんと機能的に問題ないだろうかとか、そのあたりをすべて、こちらの方で合わせてやっていくので、時間もものすごくかかります。普通に多分1年以上かかります。だいたい納期として2年ぐらいまで、ちゃんと、2年までいかないにしても、まあでもそうですね、1年以上は普通に今かかっている状態です。それはなぜかというと、フレームの材料が、なかなか仕入れることができないので、いつ入るっていう風な納期予定みたいなものが全くもらえない状態で僕らもオーダーしなければいけないからです。で、オーダーしたとしても、そのものがその納期に必ず、入ってくるっていう風な保証はどこにもありません。正直そのぐらい世界的にアンバランスが生じてるんだと思うんですよね。で、かつ、今こういうふうにアンバランスが生じると、働いていてもそうだと思うんですけれども、こう当たりどころのないストレスをすごく持って、すごくフラストレーションを持ちながらお仕事されてる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、我慢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 ってずっと我慢を強いられていると、やっぱり人間どっかでちょっとタガが外れるというか、
そこはこうキープしなければいけないところを結構踏み外してしまう人も多分いるような気がするんですよね。なんかこうテレビとかインターネットとかだと面白おかしくそういう風な動画をね流したりとかしてますけれども、あれ実は他人事じゃないなって僕は思ったりするんですよ。真面目な人ほど壊れやすくなってしまってるので、あんまり納期であったりとかそういうことを気にしながらオーダーをするっていう風な方であればオーダーをしない方がいいと、今のタイミングではですよ、今のタイミングではなさらない方がいいと思います。例えばですけれども、ご提案としてはそうですね、1台完成したブランドのもので、お乗りになっているタイミングでもう1台を同時にオーダーされて、で、1台を楽しみながらもう1台を待つっていうふうなことができるぐらい、余裕がある方じゃないとなかなか今はお受けするのが難しくなっている状態です。ハンドメイドのものってすごく、一人の人間にウエイトがものすごくぐわっとかかるんですよ。で、いくら職人だとは言ってもその職人の、80% ないし 100% まで引き上げて仕事をしないと職人さんも自分で納得しができない仕事はしないので、出来上がったとしても納品してくれないんですよね。なのでちゃんと集中力を貯めてしっかりガッとこう仕事ができるような状態でその方もしっかり仕事をされると思うので、納期も僕らの方でまだですかまだですかってせっついたりしません。その方のペースで、今のその方のペース、その方を信頼して、うちだとクオリスの西川さんになりますけれども、西川さんを信頼してオーダーしていってますので、納期の予定に対してもリスクヘッジされる方にはオーダーを受けることがもう一切できなくなっている状態です。なので、とっても辛辣なことを言ってるのは大変僕も重々承知しておりますけれども、あんまりこう過度に、負荷をかけるようなことは僕らはしたくないので、そういうふうな状況で、ご理解いただければと思っております。で、一応まあこんな感じで、はい、思っていただければと思っております。はい、すいません。じゃ次の質問参りましょう。ウィキッドの缶組ホイールをご購入いただいた方からご質問です。はい、はい、650B の購入ホイールを購入させていただきました、はい、テラベールのキャノンボール 47C を装着しチューブレスにて使用中です、はい、タイヤの空気圧、指定空気圧が 2.1 から 4.8 バーなので3バー程度の空気圧にて運用しているのでしょうですが、はい、リムには、適正空気圧の設定はないのでしょうか。昨年の夏にミッドナイトスペシャル純正リムとシムワークススーパーヤミーの組み合わせで走行中に暴発したことがあり、はい、若干不安が残っています。はいはい、はい、この方の質問を整理させていただくと、うちの会社のリムホイールではない、他社のホイールで、他社さんが、シムワークスが作っているパナレーサーの、スーパーヤミーっていうタイヤを組み合わせてチューブレスにしたところを暴発したと。で、指定空気圧を守っていて暴発したんだとは思うんですけれども、今はうちのホイールにテラベールのキャノンボールを、装着してチューブレスにて使用中です、うん、と問題はなく使えているということですよね。で、それでリムに対して空気圧が、指定空気圧があるかないかっていうふうなことを、はい、質問されているということですね、はいはい、以前に以前にっていうか今でもありますけれども、ノーチューブスっていう会社のリムには指定空気圧に書いてあるんですよ。で、なぜノーチューブスっていうふうなものに書いてあるのかって申し上げますと、ですね、
当時は、ノーチューブズってチューブレスレディのリムを作っていた会社のもう先駆け的もうパイオニア的な存在でして、今でも会社名の社名にノーチューブス、スタンスノーチューブスっていうふうに書いてあるんですよね。でもう10年前からずっとチューブレスもうずっとチューブレスを作っていて、僕も結構気にしてアメリカの会社らしいよく見てたんですよ。で、当時クリンチャーのタイヤで、ピストバイクなんかの、ムーブメントもありまして、全くこう空気を、高く設定して、空気圧を高く設定して、スキッドなんかをねこう後ろを滑らせながらテールスライドさせながら、こう制御したりとかトリックしたりっていう風なムーブメントがありまして、でその使用される方法だと割 と、タイヤのグリップっていうよりかタイヤのグリップをこう失わせることで楽しんでいるような、そんな一つの文化的なムーブメントがあるんですよね。で、一方でノーチューブスっていうのは空気圧をしっかりと守って、空気の量を制御することである、程度ふわふわした乗り心地を実現させたかったので、リムの方にもタイヤの方にも、設定を設けたっていう風な感じです。要はタイヤの設定を守っていればよほどのことがなければ大丈夫なんですけれども、当時のリム、当時のタイヤには、クリンチャー専用のものと、そうでないものといろいろ混在していたので、リムにもそれを書く必要性があったんですよ。ただだんだん今はチューブレス専用のタイヤであったりとか、チューブレスレディでチューブレスにも、クリンチャーにも両方対応できる空気圧をしっかり守っていただけているような、もう10年経ってますから、そういう部分で、今はほとんどリムには適正空気圧っていう風なものはタイヤに依存するっていう風な形で、表せることの方が多いと思います。で僕らがお作りしているウィキッドの、ホイールに関して言ったら、だいたいリム幅の2倍程度の、2倍から 2.5 倍程度の、そうですね、タイヤ幅までは対応させることができていて、もちろん大事なことを申し上げますよ、相性があります。リムとタイヤの相性がありますから、その相性を考えていただけるとよろしくて、しっかりとテラベールのキャノンボールなんかは、相性を取れてますので大丈夫だと思います。はい。で、適正空気圧っていう風なものはタイヤに依存させていただいて大丈夫なようになっています。なぜじゃあ、スーパーヤミーと、ミッドナイトスペシャルのホイールが暴発したのかっていう風なところだと思うんですけど、それがいわゆる相性だと思うんですよ。で、その相性がいい悪いっていう風な部分で考えた時に、スーパーヤミーって 2.35 とかそのぐらいまであるのかな、太さ確かそのぐらいまであると思うんですけれども、それが2倍程度まで、対応できるものもあれば 2.5 倍3倍程度まで対応できるものもあって、パナレーサーの、ね、タイヤって結構ビードの形、パッケージは一緒なんですけどね、で、シグネーチャーも一緒なんですけれども、ビードの形実はバージョン 2.0 なのか 2.1 なのか 3.0 なのか 3.1 なのか分かりませんけど、コロコロ変わってます。なのでどのタイプのものでどういうふうなことがなっているのかっていうのは実際僕がやったわけじゃないので申し上げることはできませんけれども、アップデートを繰り返しているタイヤブランドはすごくたくさんありますので、いろいろその相性っていうふうな部分で他社さんのやつをねいろいろ使ってこれは相性いいなっていうやつを探していただければよろしいかなと思います。同じパナレーサーのものでも、グラベルキングっていう名前のパナレーサーのものもあれば、うちで扱ってるルネールスのものも
ありますし、全然ビードの形違うんですよ、それも比べてみると。で、もう使わなくなったやつをねパチッと切ってみて、その断面図とか僕よく見比べたりとかしてるんですけど違うんですよ。でさらにシムワックスのものとかも切ってみて使ってみると違うんですよ。でどれがいい、どれが悪いっていう風なことじゃなくて、目的別にこのリブに合わせようっていう風に考えて、その方向性みたいなものは各々の会社さんが決めていることなので、その会社さんが向かっていくその方向に対して合ってるか合ってないか、相性がいいか悪いかっていう風なところで変わってくると思うんですよね。なので僕はそうですね、シムワックスが作ってるタイヤすごくいいとは思いますけど、もっともっと僕らがおすすめして楽しいって思えるタイヤもたくさんありますので、いろいろ試して扱っていただけると、使っていただけると嬉しいです。はい、じゃあこんな感じで次の、確か、YouTube の方からもなんかすごいネガティブな質問されてる方いましたよね。あ、それそれそれ、はい、チューブレスのチューブレスのちょっと関連のことなのでちょっとお答えします。はい、そもそもここまでの運用の難しさを伴うチューブレスタイヤをサンデーサイクリストが使うメリットがあるんでしょうか。とても疑問です。ホビーレーサーレベルの一般人がチューブレスタイヤとクリンチャータイヤの性能差を体感できるんでしょうか。たとえできると仮定しても出先のパンクはチューブ交換で OK という手軽さと引き換えにできるほどのものとも思えないんです。プロなら近くにサポートカーがいるのでいいと思うんですが、この方が、質問されてきているのは、もしチューブレスタイヤがパンクしたらパンク修理キットを実際に使ってっていう風な動画を撮ったものに対して、これも結構1年以上前に撮ってる動画だと思うんですけれども、だいぶ14時間前に、そもそもここまでっていう、そもそも論をまさかこのタイミングで見つけられるとは思わなかったんですが、まずロードにお乗りになってるのかマウンテンバイクでお乗りになってるのかっていう風なところで大きく異なってくると思うんですよ。で、僕が申し上げているのは、このチューブレスっていう技術はロードバイクに対して、向けて今一生懸命開発の途中ですけれども、基本的な考え方で考えればマウンテンバイクの技術です。マウンテンバイクに対してすごくメリット大きいですよねっていうふうなことを提案してきている、技術なんですよ。そもそもがそこなので、ロードバイクで運用しようとしたら、クリンチャーで運用しようとしたらっていう風なところで考えたら、クリンチャーだったら、ロードバイクだったらチューブ1本分の重さもそんなに大きな差はないし、煩雑さを伴うっていう風に考えたらあんまりメリットないかもしれないですよね。ただマウンテンバイクで、チューブ1本分が 600g とか 800g とかっていう風になってくる、競技だったりとかすると全然違うものになるっていう風なことは容易に想像していただけるんじゃないかなと思うんですよ。なので、メリットがあるかないかで言ったら多分にあります。むしろそれをメリットと感じないのであれば、自転車としてスポーツバイク、スポーツ性能を求めるスポーツバイクっていう風な部分で、そういう風な乗り方をされていないサンデーサイクリストっていう風な括りで考えると、逆にどういう風な乗り方をされているのかちょっともう少し詳しくお聞かせいただけるとありがたいなと思っております。多分そうですね、メリットはすごく大きくあるんですよ。ただそのいろいろ怖がらずにまずはチャレンジしてみることが大事だと思いますし、得意なお店さんに相談してみてもらって、得意じゃないお店に言ったらネガティブなことしか叩き込まれませんから、得意なお店を探して得意なお店に相談してみると、一回ちょっと興味があって気になるのであればいろいろとやっていただけると、また新たな扉が開けるんじゃないかなと思います。非常にそうですね、まだ全然やってないから多分その
やってないよねこの方ね。多分ね、体感できるでしょうっていう風なところだから、まずやってみてください。はい、そのやってみてから、はい、ネガティブなことを言いましょう。はい、次は多分質問で、質問来てませんか、この問い合わせとか。パーツ、あ、そうだね、この方、はい、サーリーミッドナイトスペシャルに装着したいのですが、この商品は適合でしょうかという、ホワイトインダストリーのオーバーサイズのヘッドパーツを見てご質問いただいている方です。はい、はい、ヘッドパーツのサイズってヘッドチューブのサイズだけじゃなくて、フォークの下側向けのサイズも重要になってきます。で、サーリーミッドナイトスペシャルは 44mm のヘッドチューブです。で、 44mm のヘッドチューブを上下で使っています。で、下は1と8分の1の、サイズです。なので、このご質問で、整理をしますと、サーリーミッドナイトスペシャルは1と8分の1のオーバーサイズの、ヘッドチューブ、ヘッドセットには、適合しません。このタイプ 44mm のZS っていうタイプですね、ヘッドチューブに、お使いいただける 44mm 用のものはこのタイプで、下腕受けはこういうふうな小さいタイプをお使いいただかないと、これ1と4分の1だね、あ、違う、いいんだ、いや、オーバーサイズか、はい、このタイプでお使いいただかないとミッドナイトスペシャルには、適合しませんので、ご注意ください。これリンク貼っときます。はい、はい、だいたい、まあ、こんな感じの質問がですね、結構毎日毎日来るんですよ。で、できるだけ、タイトな、スケジュールの中で、お答えしようと思ってますと、ものすごくメールを返信するのに、はい、時間が今かかっているので、もし、まあ、ケーススタディとして貯めていっていただけるのであれば、はい、いろいろとご相談いただければと思っている次第です。あとはどうですか、大丈夫ですか、はい、ありました。ではまた何かありましたら、はい、ご相談いただければと思っております。明日また動画を落とします。楽しみにしておいてください。最後までご覧いただきありがとうございました。